2018年、神室町では関西から進出中の極道たちが次々に殺され、その目をえぐり出されていた。かつて弁護士だった神室町の探偵矢上隆之は容疑者のアリバイを証明し、だが同時に真犯人の存在をごく間近に感じる。名もなきその殺人鬼に矢上はモグラと名をつけた。はい、やっていこうか。今回もですね、ジャッジアイズ死神の遺言やっていきたいと思います。チャプター0、02アンダーウォーターだったって書いてあった？見えてなかったわ。さあ、やっていきましょう。神室町で目をえぐられた被害者はこれまでに3人いる。こないだの組以外にあと2人、全員教令会の組員だ。そいつらを全部やったのがそのモグラだな。ああ、そいつに羽村の頭は組を引き渡してたんだ。つまり羽村の頭はモグラとグルだ。探検全部の殺しに絡んでいる可能性もある。てか教令会のやつはかわいそうだな。そりゃ先立ってるわな、3人もやられたら。でもあいつはそのことをまんまと隠しきったまま無罪放免、俺らをコケにしてくれた。借りはきっちり返さないとな。おう、やるならとことんやろうぜ。金にはならねえけど。そう言うなって。だいたい頭はなんでモグラのことをかばうんだ。下手すりゃ自分が無所にぶち込まれてたろう。さあね、まだほとんど何にも分かってないんだ。俺らはまずモグラを知る必要がある。だからここに来たんだろう。モグラの最初の犠牲者はこの場所で見つかったんだ。ああ、第一の事件があったのは8月の末。被害者は教令会の真柴健吉、27歳。久米よりさらに下っ端だ。目はえぐられてて、朝方死体発見の通報があった。事件発覚の状況はこの間の久米ん時とほとんど一緒ってわけだ。27歳ってめっちゃ若いやんね。30前でその目えぐられて死ぬって嫌だな。かわいそうになってくる教令会が。だから乗り込んだことにも申し訳ないってなっちゃうけど、あいつら肩着に手出そうとしたからね。だから半々ぐらいなんだよね。責める気持ちとかわいそうという気持ちと。真柴はどこでどんなポーズで倒れてたろう。いや、ネットの情報じゃそこまで出てねえ。そっか、それじゃあ調べようがないな。なあ、警察だってモグラを探したはずだぜ。それでも見つけられなかった。俺らだけでやれんのかね。大丈夫、俺ならやれる。やる気が失せる、黙ってろ。やるしかないんだ。海藤さんにさすがにそのなんか左のあれは言えないな。大丈夫、俺ならやれる。行くか。大丈夫、俺らならやれるよ。その自信はどっから来るんだ。モグラを追う鍵は羽村の頭が握ってる。あの人のことなら警察より俺らの方がずっと深く探れるんじゃない。まあ確かに。ただその前に必要な情報を集めとかないとな。探偵にとって地道な努力の積み重ねが真相に迫る一番の近道なんだよ。ふ、なるほどな。分かったよ。次に第二の犠牲者が出たのは10月とある。場所は天下一通りの裏路地だ。行ってみるか。いや、そっちは俺一人で行くよ。その代わり海藤さんは前言ってた情報屋に連絡取ってくれるか。あ、綾部のことか。綾部は海藤さんがコネを持っている汚職刑事だ。まともとこの綾部に話を聞くためになんだかテンダー行ったら、まあその殴られたホストに見つかって、まあ裁判で無罪を主張してくれたっていうね。
まあこの綾部は結構つきまとってるんだ、前回から。前回、前々回からか。警察の情報を流してくれるんだろう。俺らにはモグラの捜査資料がいる。わかった、聞いてみる。よろしく。さあ行こうか。凶霊会会員連続殺害事件。あ、海藤さんいるよ。頼んだぜ海藤さん。一緒ぐらいか身長。海藤さんのが少し大きいぐらいか。第二の事件に向かう。ここか。よし、行こうやないか。え、何これ、なんか吹き出し出てんだけど。こいつ話してみるか。通りすがりだからね。すみません、僕猫宮っていうものなんですが、最近この辺りでとっても可愛い猫ちゃん見えませんでしたか。なんかそこにいるか。かわいい猫ちゃん。猫宮正一か、朝和か。僕ここで野良猫ちゃんの世話をしてるんです。でも最近何匹か見かけない子がいて。ああ、勝手に野良猫に餌付けしてるのか。猫の糞が増えるから迷惑なんだよな。どうすればいいの。猫ちゃんお腹すかせてないかな、心配だな。野良猫だから大丈夫ですよ。そうですかね。でも心配だな、餓死したりしてないかな。野良猫だから大丈夫ですよ。でもでも僕だけじゃなくて猫ちゃん付きの友達たちも心配してるんです。ん、友達というと。僕 SNS で猫ちゃんたちの写真を上げて超可愛い日記をつけてるんです。でも最近写真を上げられてないから猫ちゃんのことを心配してる人たちがいるんです。ああ、そういうことですか。まあいいんじゃないですかね、別に。どうすればいいんだろう。でもでも心配じゃないですか。だから猫ちゃんを探し回ってるんですが、どういうわけか最近猫ちゃんたちが僕を見かけると一目散に逃げていくんです。愛せば愛すほど逃げられる。なぜ僕の気持ちが伝わらないんだよ。にゃーん。あ、本当だ。猫の糞の心配はしばらく不要みたいだな。めっちゃにっこりしてるやんか。ちょっと上がってるよね、口元が。まあ猫ってそういうところありますよね。あ、わかります。さてはお兄さんも猫好きだな。いや別に俺は。お願いします。もしよかったら猫ちゃんたちを探していただけませんか。見つけたら猫ちゃんの写真を僕に送ってもらうだけでいいので、もちろんお礼もしますから現金で。ああ、引き受けとくか一応。あ、写真を撮るだけなら。ありがとうございます。猫宮怖えな。まぶた年にし、連絡先を交換しましょう。俺は八神と言います。で、どんな猫を探せば。はい、まずは誰か、これ何、三毛猫ちゃんを探してほしいです。臆病者なのでそんなに遠くはいないと思います。わかりました、この周辺で探してみます。やれやれ、面倒だな。仕方ない、街を歩いて見かけたら撮ってやるか。よろしくお願いします。これまあサブな気持ちでやればいいんだよね、別に。まあ猫ちゃん見かけたら写真撮ろう。ああ、展開地通りですけども、ここに来た。あ、これか、展開地通り裏か。モグラの二人目の犠牲者はこの辺で見つかったはず。確か死体はゴミ捨て場にあったって話だった。ずっとどの辺のことだ。どこだ。来た、周囲バック見ろっていう探偵猫。また猫の声する。近いな。あ、いた、これだ。なんだ。お、こんなところに猫がいるぞ。これは三毛猫ではないな。死体があった場所、他にも調べられる場所ってある。なんか振動したぞ。振動した。怪しいな。この道の先は確か強兵通りか。こんな裏道に行くらしいとなると、モグラは普段からカムロ町に溶け込んでいるに、まあ、割とこれ重要だったりするのかな。いや、このセンサーで振動してくれるのめっちゃ楽だわ。業務用のゴミ箱か。この中で死体が見つかったんなら、もっとゴミ箱に詰め込まれてたとか騒がれるか。となると死体のあった場所がこの中ってのはちょっと考えにくいかな。
っちゃ冷静や。自販機。怪しい。遅い道だ、車が入ってくるのは無理だな。すると被害者は自分の足でここに来たか、それとも殺されてから僕らの手で運ばれたか。どっちに結論をつけるにしても、この現場の状況だけじゃ情報が足りないな。え？一応こっちにもあるな。あ、これさっき調べた。ああ、一緒か。いや、この辺ってこと？ん？ゴミ捨て場ってこれのことだよな。多分死体はこの辺に倒れてたはずだ。でももう何ヶ月も前の事件だし、さすがに死体の痕跡とかないか。もっとよく調べてみよう。ゴミ捨て場を詳しく調査。お、なんか光ってるぞ。これなんだ？ん？おお、これって。成功なねし。なんだよ、全然事件と関係ねえ。やっぱ事件の痕跡なんか残ってないか。これ以上現場で調べることはなさそうだ。こんなとこで拾えるってことはさ、なんか意味深だな。他にはもう終わりか。ネジ何使うんだ。やっぱり捜査資料でもないと調べようがないな。なんだ逃走中か。めっちゃかっこいいやん。パンクールだっけな。パンクール仮面の男。まさかお前吸血鬼か。仮面の男。いや、やめとけ。そんなどんくさい動きしてんだって。スターダスト見えたな、さっき。まさかここに来るんじゃないだろうな。もしもし。えぐ。おい待て。そこ止まれ。いや、俺は最悪じゃん。上等だよ。追いかけっこしようじゃねえか、この野郎。これ馬好きの探偵以来の追いかけっこか。腕が鳴るね。来た。どけ。やばい。え、さっきの失敗だった？それで本気？よし。それで本気とか言って、うぜ。ジャンプ。おい。もっと早く。うぜ。もっと早くとか。やばい。ナイス。もう少し。言うてももう少しよ。よし。おい、本気だよ、これら。こっちとら本気だよ、ボケ。やべ。うわ。ランデブ。これ、どうすんの？捕まえられんの？くそ。え、おい、もう人の避け方わかんねえわ、これ。人の避け方がむずい、このゲーム。ふざけやがって。ちょ、待て。この野郎。これ、やば。よし。当たらなかっただけマシ。よし。おい、細い。おい、もう近いじゃん。ゼロ距離じゃん。捕まえ。おい、お前、加速がえぐいな。さっき捕まえられたっしょ。おい、待て、この野郎。おい。ちょ、おい、何。俺、どうすればいいの、これ。ちょっと、俺、何もできないぞ。え？捕まえるとかじゃないんか。目的地があったのか、これ。チェイス。えぐいな。疲れるだろう。さすがに飛べないか、これ。おい、大丈夫か。ああ、いける。ギリいけるぞ。落ちてくー。こんなとこで死んでたまるかい。おお。何なんだお前。何なんだお前。礼なら、期待すんなよ。これ、頑張ったご褒美。
俺のだろ。まあ計画とは違ったけど結果的に助かったよ。サンキュー。計画だと何がサンキューだこの野郎。それじゃ。でもようやるわ。八神、頭がいいし強いし。あれがカムロ町の窃盗団か。例えば若い奴らでそういうのが流行ってるってあったの。そういえばカイトさんかな。さっきは急に電話切れちまったが大丈夫なのか。こっちは綾部と連絡が取れた。今モグラの捜査資料を当たらせてる。用意ができたらまた連絡が来るぜ。まだ一回も会ったことねえっちゅうの。北の大地、ふう一息入れるか。そういや、源田先生としばらく話してなかったな。ちょっと事務所に顔出しに行ってみるか。源田先生のとこ行くのか。ちょっとこういうのやめてほしいわ。あ、これめっちゃ簡単に降りれるやつだ。あれ？ここさっき来た場所じゃないのこれ。え、戻ってきてるやん。なんだあいつ。ん？なあ。ホームレス近藤、そこの兄さん、助けてくれ。何？急に始まった。どうしたんですか？大丈夫ですか？腹が猛烈に痛いんだ。救急車呼びましょうか。病院はダメだ。そんな金で、諸星先生を呼んでくれ。諸星先生。諸星五郎。児童公園のマンホールから入れる地下の下水道にいる医者だ。わかりました。ちょっと待っててください。近藤が呼んでると言えばわかるから、なるべく早く頼む。下水道にいる諸星先生だな。仕方ない。行ってみよう。下水道あるから行ってみようとはならんでしょ、これ。どうやって行くんや、下水道、下水道よ。アップルパイ休憩所。喫茶アップルアルプス休憩所。おい、マンホールってどこにあるんだこれ。あ、お前は上から突然降ってきたんだ。誰にも当たらなくて本当よかったよ。ああ、これ俺が落としたやつか。ああ、ここか。下水道で諸星先生に会うかな。あ、メインストーリーに変わってるっていう。どうやって行くんだ。ああ、そっから入んのか。ん？何？いえ、すみません。特に用があるわけじゃなかったんですが。あっち行けよ。そりゃそうだよな。なんでこの人と会話できるようになってんの？調べる。ああ、普通に入れる。すげえな。地下はこんななってんの。嫌だねー。なんかモンスター出てくるとかそういうのない？え？死んでる。下水道だーい。死んでる。あ、ホームレスは、あ、これか、諸星先生は。あの、あなたが諸星先生。ん？どうだか、あんたは。八神って言います。知らない名前だ。何か用か。なんか、伝言を頼まれてたな。なんて言えばいいんだっけ。近藤が呼んでる、近藤が呼んでる、コンドルが呼んでる、諸星が呼んでる。ふざけやがってってなるな、これだ。近藤って人わかります？ホームレスの人、その人があんたを呼んでます。え？何？近藤さんか？なんか腹が猛烈に痛いとか、諸星先生を呼んでくれって頼まれまして。場所は、第三公園です。ちょっと。何？そんなに重要な人？近藤さんは。いやー、助かった。ありがとう、諸星先生。それにお兄さん。おい。近藤さん、あんたまた変なもん食ったろ。あー、どうだったかな。昨日、ピンク通りの残飯あさったけど。まったく。ははは、面目ない。八神さん。八神さん、だったかな。はい。
迷惑をかけたな。この人いつも変なもん食べて腹壊すんだよ。お、あらがった。間接的になんか友人になったというか、知り合いになった相手を。あなたはお医者さんなんですか？ああ、昔ちょっとな。諸星先生は昔なんとか大学ってでっけえ医学の、あ、医大のお医者さんだったんだよ。それが教授選挙に負けて落ちぶれちまってな。それから紆余曲折あって今では俺らの専属だよ。近藤さんちょっと喋りすぎた。おっとそいつは失礼。山上さんこんなもんしかないが迷惑かけたお詫びだ。お、医療キットナイス。ん？水道にいる諸星のところで致命傷の治療及び医療キットの購入ができるようになりました。お、これありがてえな。どうも。じゃあ私はこれで。八神さん助かったよ。それじゃな。ホームレス近藤のおかげでうまいとこ知ったね。医療キットありがてえって、待って、ここかよ。なんでここに戻されんね。ここにいたんだよな。めっちゃ近いとこまで行ったのに。さあ源田先生に話そうか。あ、星野くんいるね。おお、やっと顔出しに来やがったか。どうも。そんなにご無沙汰でしたっけ？ああ、今ちょうどお前のことを話してたとこだ。お忙しいんですか、八神さん。別に。金になる仕事があればいつでも受けるよ。いつもエネルギッシュですよね。喧嘩も強いし。カンフーやるんですか？ガキの頃基本はかじったけど、まああとはストリートの我流だよ。だからまあ流派で言うとカムロ町流。カムロ町で鍛えられたみたいな。なんですかそれ、ちょっとかっこよくないですか？あの八神さん。ん？実はお願いしたい仕事があるんです。いいよ、どんな仕事？今来ているのはこちらの案件です。浮気調査依頼。これなんか前なんか言ってなかったっけ？これか。この依頼を受けますか。はい、これしかねえもんな。え、報酬8万。これやるしかねえな。で、田中菊子と申します。夫が半年ほど前から頻繁に外出するようになります。その行き先が気になっております。まさかと思うのですが、浮気調査をお願いできませんでしょうか。よろしくお願いいたします。こんなに報酬もらえんの？こんなに報酬もらえるってことは、買うもんがめちゃくちゃ高いもんがあるってことでいいよな。メインストーリーの進行具合。街の評判。まあ、とりあえず、これやっとくしかないか。依頼人の方には、八神さんの事務所の場所をお伝えしておきますから。わかった。いつも助かるよ、沙織さん。源田先生と話すのは終わったのか。いや、あれはついでか。こっちか、本命は。よう、お前まだなんか探ってんのか、この間の事件。そうか、モグラを探っていることをまだ源田先生には言ってなかったな。ええ、何かまずいですか？いや、まずいっつうか、あれはもう終わったろ。調べてもらっても金は出せねえぞ。いいですよ、うちが勝手にやってるだけです。でもあれだぞ、お前羽村が真犯人隠してるって思ってんだろう。それであれこれ調べてるって聞いたら怒るよな、羽村は。向こうが先に俺らをコケにしたんですよ。裁判の後頭と何かやり取りは？新谷がよく電話で話してるけどな、一緒に飲んだり仲良くやってるよ。へえ。さあどうぞ、服部さん。狭い事務所ですが。分かってます、何度も来たことありますからね、八神さん。忘れてた、あ、今新谷が取材受けててよ。新谷と服部ってマジで最悪の組み合わせだ。この服部っていう記者は前回から出てきてるね。ねえ、八神はここにいないものとしてくださいよ。でないとオタクの読者にこの間俺が勝ち取った無罪まで怪しいと思われる。いやいや、新谷先生は大丈夫ですよ。私もしっかり傍聴していましたし。帰ります、俺はお邪魔みたいなんで。この間の裁判
八神さんもご活躍だったんでしょ。ぜひ新谷先生とツーショットで1枚。お茶をどうぞ。これはこれは、わざわざありがとうございます、城崎先生。ただただうぜえな。ダーク、なんであいつがいるんだよ。浮気調査の依頼人と待ち合わせしなきゃ、探偵事務所に戻るか。浮気調査か、これ一回さ、確か多分、その羽村の頭がどうちゃらこうちゃらっていう事件で流しになったやつちゃったっけ。おお、いた、うえ、びっくった。急に出てくんなよ、おばさんよ。あの、仕事のご依頼ですか。はい。はい、田口キリコと申します。源田先生の事務所の方にこちらに伺うよう言われてきたのですが。ああ、はい、聞いています。お待たせしてしまってすみません。すぐ鍵開けますんで。中へどうぞ。改めまして、探偵の八神と申します。確か浮気の調査だとか。はい、そうなんです。夫のことでして。夫が浮気してるか、ただの私の勘違いなのか、八神さんに確かめていただきたいんです。夫の外出先。ああ、わかりました。では、詳しくお聞かせいただけますか。私と主人は、京平通りで喫茶店、ヘブンカフィーを営んでいます。開店以来ずっと夫婦寄り添って店を切り盛りしてきました。主人は無口ですけど優しくて、結婚してから40年、浮気どころか夫婦喧嘩もした記憶がありません。素敵なご夫婦じゃないですか。にっこり。ですが、半年ほど前から主人がよく店を開けるようになったんです。これまでも店が暇な時は私に店を任せてパチンコや映画を見に行くことはありました。それが最近はほぼ毎日のように何かと理由をつけては出かけるんです。まあ、でもそれだけで浮気を疑うのはどうでしょうか。新たな趣味を見つけたのかもしれません。あなたくらいの年齢にはよくあることでは。はい、私も最初はそう思っていました。ただ、ある日急用があって主人がいるはずのパチンコ店に行ったんですが、主人はいませんでした。偶然違う場所に行っていたという可能性は、パチンコ店だって何件もあるでしょう。いえ、それが、一度や二度じゃないんです。その後も何度か主人が店を開けていくと言っていた場所に行ってみたんですが、毎回主人はいませんでした。なるほど。それは確かに気になりますね。八神さん、主人が店を開けた後、どこに行ってるのかを調べていただけますか？そしてもし浮気をしているのなら、相手がどこの誰なのか明らかにしてほしいんです。相手の素性もお知りになりたいと。はい。あの主人が浮気をするような女性がいるならどんな人なのか知りたいんです。知らない方が幸せということもあります。それでもお気持ちは変わりませんか？はい、お願いいたします。依頼料は8万ということで依頼を出していましたが、ええ、承知しています。問題ありません。ははは、8万と聞いてちょっとにっこり。うちに秘めてるけど、なんかちょっと、上がってるよ口が。ありがとうございます。先ほど申し上げた通り、主人はほぼ毎日店を開けます。今日は新作の映画を見に行くと言っていました。わかりました。では店を出たご主人を見つけてみます。よろしくお願いします。店は京平通りのヘイブンカフェだったな。行ってみるか。京平通り、あ、ここか。え、ワイルドジャンクソン。いや、ここじゃねえな。どこだ。ああ、ヘビーコーヒー。ヘビーコーヒーはここだな。ヘブンじゃなかったわ。ヘビーだったわ。お、あれか。あれが依頼人の旦那だな。よし、後をつけてみるか。そんななんか清掃してる。なんか、カフェだと、そういう服は着なさそうだけどね。入り用か？なんだこの視点。ああ、これ、なるほど。前やったことあるな、スニーキングミッション。ティーコの旦那、
移行開始。一応ここで待機する。危なっ！なんで疲れてるみたいなことわかんな、お前。まさか奥さんが怪しいと思って依頼人頼んだみたいな、探偵を雇ったみたいな、そんな勘が働いたのか。ただもんじゃねえだろこのおっさん。ただのカフェの店員ではないだろ。ちゃんと、お、なんで戻ってきたの。早く行けよ。何してんのお前、さっさと行け。連絡取ってる。何取ってんの、ちょっとわかんねえ。何取ってんだあいつ。おい、取るのはいいからさっさと動けや。じゃ何取ったのかちょっと気になるな。今日と2日間、なんか旅行のことで計画してるとか。何撮ったの、あれ、わかんない。何を撮ってたのかわかんない。なんか撮る必要のあるものがあったのか怪しい。女の人いない？あ、来た来た来た。娘？違う？若い女だな。見ちゃった見ちゃったって感じ。ちょっとおかしくなってるよ。女だ。やはりご主人は浮気をしていたのか。しかし、ケバい女だな。年は結構いってそうだ。今日も赤レンガでいいか？ええ、もちろんよ。あ、移動し始めた。赤レンガって言ってたな。多分赤レンガホテルのことだろう。よし、証拠写真を撮れるかもしれない。ホテルに入るところを撮るにはどこがいい？ここか。それともこっちか。いや、こっちかも。とにかくあの二人をつけながら写真を撮るのにベストなポジションに行こう。SK スクープミッションについて、このミッションは事件の決定的瞬間を撮影することが目的です。画面右に出ているチェックポイントを満たす写真を撮りましょう。すべての条件を満たしていないとゲームオーバーです。周囲を見渡して条件を満たせるアングルを探しましょう。一つも条件を満たしていない場合はシャッターを切れません。ベストショットにチャレンジしてボーナスゲットをチェックボーナスに表示されている条件以上に、依頼人の要望に応えた写真を撮るとボーナスとして SD を獲得できます。ん？なんか今まで以上に難しそうだね。写真を撮る技術は俺にはないんだけど。大丈夫かな？カメラを構える。今だ。よし。これじゃ脇の証拠としては弱いな。ターゲットがこっちに来るぞ。え！なに？やばい！気づかれた。え！めっちゃ離れてたやん。一回きりかよ。そんな、もう言い訳してるあんたが悪いんだろう。なんで怒る必要があるんだてめえ。踏んだくんぞ。クソジジイが8万もらって親父沈めるか。これあれか、スニーキングミッション自体はどうなってる。バカ何してんだ、目立つぞこら。ホテルに入ってく瞬間を撮ればいいってことだよな。ここだ。来た。ここで構えろってことか。来た来た来た。
なんで旦那いるやん。ターゲットがこっちに来るぞ。ふざけんなよお前。ここがベストだよな。一応もうカメラ構えとくか。いつでもシャッターできるように。ここがベストか。今撮った？なんでだよお前。ちゃんとバッチリ映ってるやんけ。また行け行け行け。よし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 。来た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 。これでよしと。夫の顔ははっきり見えないが、まあこれでもわかるだろう。あとは浮気相手の素性だな。ラブホから出てくるまで待つか。よし。俺はね、探偵であって写真屋じゃねえんだわ。だからこのミッションめっちゃむずい。え？こういうのがたびたびあるのかな。やっと出てきたか。たくいい年こいってフルラウンドお楽しみかよ。どうやらここで別れるらしいな。通行会女の方をつけてみよう。あ、こっから女の方にストーキングか。トーキングってか、調査ね。なんだこの視点。毎回毎回これやんのか。まあ、写真と違って尾行は任せろ。手慣れたもんだよ。ちょっとあれか。早いけど。動きが早いけど。あの車その先行ったら熊行くか、車の先。あぶら、危ねえ。セーフセーフ。お前なんでそんな察知能力あんだよお前ら。ほんまに先行けよボケ。ケバい姉ちゃん。姉ちゃんなのかもわかんねえけど。あの赤いの行くか。あの赤いに赤いの渡るか。あ、よし。いつ戻ってくるかもわかんねえからな。よいしょ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 。大丈夫大丈夫大丈夫。やばいやばい。あ、いい。大丈夫大丈夫。安心安心。ここから見えてる見えてる。あー、じゃあこれ動かない方がいいな。ちゃんとさ、あれ線のとこ通るって偉いな。ちゃんとできてるわ。ん？やっぱこっちがこっちじゃないよって話か。あまりにもトラップすぎる。え？あぶれ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 。いる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 。帰ってくる。こっち来る。戻ってくる。安心だ。大丈夫だ。見失ってないよ。大丈夫だよ。え、どこ行った。中入ってた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 な。うっ、ああ何やお前、優柔不断め。あぶねえ。ちゃんとあの人を捕らえていかないとね。難しいことさせやがる。やばい。なんか戻ってきたぞ。大丈夫か。ジャントルマッスル映画？映画？映画見たかった？なんであんた。ちゃんと視界捉えながら。大丈夫大丈夫。見られてない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 。目いいなお前。疑心暗鬼になってる疑心暗鬼になってる。ちょっと待って、尾行はちゃんとらしくなってんじゃないの。外側じゃなくて内側取った方がいいな。これ大丈夫、失ってない失ってません。見失ってませんよ。うやべ、危な。急に振り返るんだもんな。ビビるわ。いい、これで終わりか。長かったね。浮気相手。あれ、ここはヘビーカフィコーヒーじゃないか。どういうことだ。やっぱ娘だったのか。
まさか。写真もあるし、依頼人に確認しよう。こういうことではなくて。もしもし、キクゴさんですか？ヤガミです。何かありましたか？調査のご報告をさせていただきます。これから事務所に来られますか？わかりました。すぐに伺います。では、お待ちしています。よし、事務所に戻るか。これから証拠から、ご主人は浮気をされているということで、ほぼ間違いないと思います。やっぱりそうですか。ごめんなさい。それで続きを聞かせてください。はい。それで浮気相手の素性なんですが、この方、ご存知ですか？この人を。AB カフェの上の階に入っているスナック、歌唱族のママではないですか？はい、おっしゃる通りです。私も面識があります。そんな、こんな近くに浮気相手がいたなんて、傷つかない私もどうかしてるわ。いえいえ、人間なかなか気づかないものですよ。特に、人間関係は当人でないとわかりません。最初に言った通り、知らない方が幸せなこともあります。ご主人がご近所さんと浮気をしている。これは真実です。そしてその真実を求めたのはあなただ。これから先どうするのかよく考えてください。八神さん、ありがとうございました。すっきりしました。主人とは別れます。え？そうですか。何も知らず残りの人生を過ごすよりよっぽどいいわ。本当にありがとうございました。いえ、仕事ですから、また何かありましたらお気軽にどうぞ。こんな思いをするのは一回で十分よ。移行した先がスタート地点だったとは、東大元暮らしとはまさにこのことだな。何？八神探偵事務所と現場法律事務所で依頼が受注できるようになりました。探偵事務所では掲示板で依頼を確認できます。サイドケース。これで8万？めっちゃ強いじゃん。ピンボールパーラーが遊べるようになりましたって。カイドウさんからの連絡もなし、どちらこちら。早いんだよなぁ。はい、ちゅうことで。目的のあれが特にないね。これで遊べってことか、まあ、連絡があるんだろうけど、一旦、ここで終わろうかなと思います。はい。尾行だったり何だったりみたいなね、話でございますけど、大変だったわ。移行はいいんだけど、写真撮るのが大変だわ。はい。ということで、チャンネル登録とね、高評価お願いします。よいしょ。